61K37mm 対空砲はソビエト連邦の降射砲である。1930年代後半からソ連で計画され、1939年から生産が開始された。第二次世界大戦における老能赤軍の主力降射砲の一つであり、本砲は14,657機の数軸国航空機を撃墜したという統計がある。 そして一機を撃墜するのに、平均905発の砲弾を用した。軽装甲の対地目標に対してもある程度の有効性を見せたほか、関西砲としても運用されている。ソ連における本格的な対空機関砲は1935年にスウェーデンから輸入した関西用のボフォースメートル 32-25mm 機関砲が最初であった。 2 5トル機関砲は試験で優秀な成果を上げ、ソ連では拡大型の4 5ト、mm、ル対空砲が開発されたが、これは大きさや重量の点で運用に難があると判断された。そのため1938年1月、7 2 k 2 5ト、mm、ル対空砲などの開発を行ったロギノフに3 7ト、mm、ル対空砲の開発が命じられた。 1938年10月に初試験が行われ、生産が開始。1940年には、世界中で主流な対空機関砲としての高かった、スウェーデンのボホース 40mm 機関砲との比較実験も行われた。結果は、大差なしというものだった。初期の注文数は900問だったが、ソ連は1050-57-2を開発するまで。 本法を主力対空機関法として生産、運用し続け、ソ連での生産のみでも2万門前後が生産された。ソ連ではこれら陸上用の 61K に加え、関西用として、単砲新型の 70K が3113門、2連型の V-11 が1872門、生産された。ス五十七から二が開発された九百五十年代に、 ソ連軍の現役兵器から退役する。ソ連での生産は 61K では1945年、V-11 では1957年をもって終了したが、ポーランド、中国、北朝鮮などではその後も生産が続けられた。T-72 ジス -376mm 野砲を搭載し、ある程度の成功を収めた SU-76。 同様、T-72 本法を搭載した10-37が1942年に試作され、1944年から数年間生産された。10-37はソ連における初の本格的な自走式対空砲であり、以降の自走式対空砲の基礎となっている。ありがとうございます。